中田義直直筆の楽譜が刻まれた小さい秋見つけた歌詞小さい秋見つけたは佐藤八郎作詞中田義直作曲による日本の動揺。1955年に NHK の特別番組秋の祭典の楽曲の一つとして作曲され友の久美子がソロで歌った番組内限定の曲であり当初はレコード化されなかったが1962年に キングレコードのディレクター、長田赤月二が合唱に最適な曲として見出した。ボニー・ジャックスの歌唱でレコーディングされ、LP、佐藤八郎同様集に収録された。同年末の第4回日本レコード大賞で同様賞を受賞した。曲題についてはいくつかの表記揺れが発生しているが、ジャスラックに登録されている、盛大と佐藤八郎同様集での表記は、 小さい秋見つけたである。1965年以後、小学校、中学校、高校の音楽の教科書にたびたび掲載されている。日本の歌百選。佐藤八郎が住んでいた東京都文京区や宵の自宅の庭にハゼの木が植えられており、この木の紅葉する情景を見たのが作詞のきっかけとなった。この自宅は1996年に岩手県北上市の 佐藤八郎記念館に移築され、ハゼの木は高楽園駅近くの小石川公園に移植された。NHK のみんなの歌では、1962年10月から11月にボニー・ジャックスの歌で初登場。映像は藤代清治製作の影へ。みんなの歌での放送後、視聴者からの楽譜の希望が多かった曲の一つである。 その後1972年10月から11月に谷内六郎製作のスチール画像でリメイク。1982年10月から11月にはキラ・ケ像制製作のアニメでリメイクされた。1972年版は3番は省略。これに対し1982年版は全版歌われた一方でコーダは縮小された。後年の再放送では もっぱら1982年版を放送した。なお2011年1月1日放送のスペシャル版ではクロージングに放送。1番は1972年版を放送したが、2番以降は1982年版を放送した。みんなの歌 DVD ボックスには、第4週に1972年版、第8週に1982年版が収録されている。 過唱者不明のカバーを除く、ありがとうございます。